ます。おはようございます。クリコマ2でございます。おはようございま す, あですダブルマックス、はい、ダブルマックス2じゃない、ダブルマックス2号店でございます、はい、滋賀県ですね。まあ、毎月来させてもらってまして、前回エウレカ2で、はい、まあ、非常にいい挙動の台を積もってやっと初勝利を、はい、ね、4回目ですかね、ダブルマックス2毎月来るようになって、はい、やっと初勝利を得てまして、はいはい、いやもう非常に乗ってる限りでございますよ私。今回何を打とうかというところなんですけど、今日はね、はい、博士が、はい、登場ということで、はい、初めてですね。最近ちょっとちょくちょくまた聞かさせていただきまして、ここが初めてってことですよね。はい、ここがそうです、はい、はい、こちら初めてですね。まあ博士が来たんで、はい、大好きなダイトの機種か、はいはい、何かかなとは思ってるんですけど、はいはい、何がいいですかね、はい、今ちょっと夢の方なんですけども、はい、一つですね、吉宗極み、あ、はい、まあ、前も言ってたんですよね、はい、吉宗は一回打ちてえなって、これがやはり、まあ、将軍ラッシュですね。俺もあんま分かんないです、吉宗極み、はい、本当にほとんど5号機の吉宗のこのシリーズ、はい、打ってはいたんですけど、ちょこちょこは、はい、でも全然極みねかって1回とかじゃないですか、打ったことあるの。ああ、ぐらいな、はい、そんなぐらいな、ね、詳しくも何もないですけど、ただまあ、はい、とんでもねえ台だっていうのは知っております、はい、相当とんがった台というのは、ね、設定もクソもないっていう、はい、ですらしいですね、どうやら、はい、まあ、一応ね、やっぱ設定差もあるし、でここを多分使ってないことはないと思うんだよな、なんか結構出てるし、いつもお客さん座ってるから、はいはい、まあ、ありっすよね。そうですね、もうそもそも置いてないですから、はいはい、そうなんですね、ほとんど、まあ、で今日抽選が一応先ほど受けて11番ですね、はい、だからなので、あの、まあ、取れると思います、余裕で。まあ、ちょっと今日は気合入れて、はい、5000枚超えを狙いますわ。あ、結構大きめに、はい、そうですね、まあ、吉宗のスペックだったら今日なんかお前調子良さそうだな。え、あ、そうですか、博士調子良さそうだよ、抜いた昨日。いや、まあ、ちょっと抜いてはないんですけどね。まあ、ちょっと気になる人っていうんですかね、ちょっと気になる人、ちょっと今乃木坂と欅にはちょっとハマってますけど、ね、あ、はい、AV 女優は見ない、いないんですか。 AV 女優はちょっとあんまり分かんないですね、まあ、見れば分かんない、あんま、なるほど、ちょっと、はい、ちょっと分かんない、なんかいない、誰か AV とかってどういうの見るジャンル、なんかタイトル今まで見て記憶に残ってる、そうですね、まあまあ強いて言うと、なんかその千年に一度の人が AV に来たんだ、何言ってんのお前、千年に一度の人、そういうのあったんですよこの前見たら。千年に一度の美少女がなんかついにこちらにみたいな、いや、なんか楽しそうだな。ちょっと熱が入っちゃいました。そうだね、よし、じゃあとりあえず今日は、はい、人とかもうそういうことじゃなく、今日はとりあえず、まあ、吉村さんに狙っちゃおうかなっていう気持ちで入場しています。はい、5000枚超え狙っていきたいと思います。はい、行ってきます。ビシッと。もうエウレカ埋まってる。そうですね。はあ、ハーデスも行った。よし、今日は行こう。はい。バラ。バラに。打つか。お。吉村。吉村アイコン。もう関係ねえか。あ、まあそうですね。行くか。行きますか。行くか。行くべ。可能です。いいの？いいっすよ。はい。それでは吉村極み取れましたので。はい。はい、取れましたというか、そら取れますわ、はい、11番で、まあ吉宗でったんですけどね、まあ、アイコンはですね、まあもう関係なく行きましょう、はい、もう今日は、はい、ね、腹くくって行きましょう、はい、中途半端だとそう痛い目に遭いそうなんですね、この台は。そう、行けるところまで行くという、僕本当詳しくないんで、ちょっとちょこちょこ調べながら、はい、博士もいろいろ分かりました、見てください。基本的にチャンスゾーン、あの剣舞降格、家紋降格でしたっけ、言い方、うまく、あの辺で当てていくイメージですけど、はい、あ、家紋降格だ、まあ一番の突入契機のメインはチャンス目ですね。あ、レア役ってこと、はい、レア役、ゲーム数の、ゲーム数は普通の降格率、そうですね、ただの、あのゲーム数でのチャンスゾーンはなかったと思いますね。なるほど、はい、
今これチャンスで引きました、はい、これの設定差は設定差そこそこありますね。どのぐらいですか。設定1が 12.5% で、はい、設定6になると 20%、 5分の1。あいやでも、まあ、そんなにか、はい、まあまあそのぐらいですね。なるほど、まあまあ長く打てば分かってくるかなっていうぐらい。なんか光ったぞ。煽りはあります。チャンスアップ。あ、お、これ行くべ、カモン。行きそうですね、カモン号が。行った行った行った。あ、行きましたね。まあまあでも、はい、カモンだからな、これ難しいんだよね。難しいです。そうなんですよ。これがそうなんですよ。そうなんですよ。俺これで当てることできずに結局天井行くパターンなんですよね。当てれ、でもここで当てれたらめちゃくちゃ大きいことですから、はい、ちょっと頑張りましょう。これはカモンの色で、はい、そこで何でしたっけ。そうです、カモン揃い のやつ引けばいいんじゃない、はい、黄色がそんなに。今引けてたってことだよね。そうですね、引けてたんですけど、まあ、正しい押し順は、まあ、青だったんで期待度は低いですよね。確か色によって正しい押し順を、はい、ああダメだ。いやこれいい色が来ないな。そうですね、赤になったあれ。そうですね、あそこで引ければいいんだよね。この次ゲームで引けるとだいぶ大きいですね。ここだよね。ここです。おお、あ、これは完全に二択です。完全に二択です。うーわでかい。うーわ、あーマジでマジかマジか。でラスト1回来るまでチャンスなんだよね。はい、来るまでは大丈夫です。うーわ今ちょっと悔しいな。腹はてらまで持たせたいですね。あ、ダメだ。いやこれもったいね、もったいねえことしたな。うわ、2択か。確かにいい色だと、そうだよね、自力の2択のチャンスも与えてくれる感じでしたね、確か。で、ボーナス当てて、そこから AT 突入させれるかというね。そうですね、一つ、まあ、ルートはそうですね。いや、もう頑張るしかない、これは。もうこれを打つなら、もう本当頑張るしかない。そうですね。お、チャンスアップは行ったんじゃない。行った行った行った。いやでもカモンむずいなぁ。でもここら辺で当てたいっすね。緑のところでちょっとチャンスですね、ぐらいですね。あ、一応ハテナもありますね。あ、緑にいる。あ、いやダメか。いや青ってだってもう何パーだ、一桁でしょこれぐらいだと思いますね、期待度は。お、書き換えれる。あですね、これは。うわ、書き換えず。エフェクトは赤いですね。やばー、もう何パーぐらいだべあれ。確かにです、ね、色ごとにありましたね。あるある、ありますあります。少ねえとは思うけど、いやー悔しい。え、天守閣だってカモンがついてる。ジャクチェリーで行ったのかな。おお、これは行ったんじゃないかな。だから天守閣だし、うん、確定ではないですけど多分、うん、確定なのかな。これは行ったよ。超カモンだ。うーわ、これマジで行きたい。いやー青はきつい。いや、あの赤だな。そうですね、あの赤ですね、あの赤。紫何パーが出た。
ここで引ければもう確定です。なるほど、はい、ナビ引ければ確定。 OK、 OK、はい、あーバッカ野郎マジで、うーわ最悪、こんなじゃ あ間に合う、間に合いますね、まだ、いやー悔しい。刺されないとだいや今のはちょっと気持ちいい、よかった。でもだいぶ650ゲーム、はい、19ツッコミよかった。いや緊張したわ、多分リカも失敗したけど地獄これ地獄、いや吉宗のバーはすね地獄、うん、あーありがとう、しょうもないもんなんです。いやいやいや、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、頑張ってください。はい、全然ダメです全然ここのが無になるな、この台はなんか考え事したい人とかが打つにはちょうどいいかもな。まあしょうがねえわ、こういう台だ。さあ900まで来ましたんで、ここで引いてくれたんだ、行くのかよ911ゲームで、まあ、まあいいや、まあまあいいっすよ、どっちに転んでもいいかしよう、はい、ハテナが3つ並んでる、ちょっと面白そうですよね、はい、何これはちょっと、いや初めて見ました、いや当たったじゃん、当たるですよね今の、いやおい663で当たってレギュラーいて、はい、今1000超えればビッグ確定なのに、はい、921で当たる、はい、恐ろしいね、恐ろしいですね、これ俺ビッグじゃなかったな、はい、もう2時間で今44ツッコミ、はい、お昼前にまだ、いやでも全然ビッグの方が比率は高いはずですからね、通常だったら、そうまずここで7が告知されてくれれば、7、ああまだまだ分かんないです、まだ、あ青7が落ちてくれば、いやもう怖すぎるわ本当に怖え、なるほど、恐ろしいこいつ、こいつ恐ろしいな、すげえな、926でレギュラー引くかね、あーやーべえな、これはどうしような、やべえ50ツッコミ、もう、ま、ずっと通常で回してますよ、レギュラー2回だけなんで、もう1700ゲーム以上通常時朝から分回してますけど、
博士は、はい、何考えたらこうやってこんな千何百ゲームなんもないけどさ。そうですね、自分乃木坂46の、なあちゃんがちょっと卒業しちゃうっていうのがちょっとあったみたいです。何考えてくれてんだよ。今まで乃木坂にどれだけ貢献したかっていうものを考えるとですね、まあいろいろ白石さんとか、いやいや別に俺乃木坂の、いやいや乃木坂の貢献度マジで興味ないから。確かにこんな何もなかったらそういうことも考える気持ちもわかるけど、もうちょっと頑張れ頑張れクリさんみたいなないの。6枚目入ったよ今。博士が集中して、はい、その応援することによってやっぱ2人の力でこう抱いて目覚めてこう恋愛とか弾ける。だから弾けなかったんだよ。いやいや久しぶりに言いますけど、やはり論理的です。いやいやいや、いや前もこれ言いましたけどね、やっぱり、まあ、仮に AI っていうのがあればこう頑張ってるっていう、こう人間の例えば脈拍とかですね、あるいは視線とかで頑張りとっていうのを、まあ、AI が感知して、よしこうやって活かせやろうっていうことだったらすごい論理的だったんですよ。今のはむしろ他のいろいろなギャンブル、まあ、ギャンブルの、いやもうお前の今日、はい、お前今の一連の会話、乃木坂46のことなんか一人でプラプラ喋って、その後なんか非論理的ですみたいなバーッと喋って、はい、もう同点丸出しを。ダメだ、何にも起きない。飯行こう、もうこれ流れ変えよう。飯行って一回こう、はい、空気変えよう。もう恋愛とも引けねえから。飯行って、はい、飯行って空気変えましょう。いや飯行ってもまあ空気は変わらないと思いますけどね。やべえなあいつ。まあなかなかですね。やべえな。いやまあ運悪い方の方に転がってるとは思うけど、僕がね、はい、でもすごいな、やっぱりすごい。まあその分跳ね返りもすごいのも知ってんだけど、はい、久々に怒ってるよね。久々に、はい、聖夜以来じゃない。どういうことだよ。おぉすみません、すっげえ笑われてますよ後ろの人みんな。お前にもな、はい、お前にも腹立ってるよ。人がハマってるのに乃木坂のこと考えて。いやそうですね、ちょっとあの時間、まあ、ちょっと時間がだいぶあったんで。いやまあそうだけど、そうだけど隠せそういうのは。なんかもっとこう、はい、出せパワーを。え今パワーをパワーって言え。パワー。いやちっちゃいなお前。そうですか、結構今張ったつもりだったんですけど。パワーってこういう感じで、はい、出さなきゃダメだよ。パワー出してこう、はい、もうなんかあったらパワーを俺に送るっていう意味で、はい、それは非論理的かもしれんけど、はいはい、パワーって、はい、その都度、はい、叫んでくれ。あ店内でですか。店内でパワーで、パワーで手です。頼む、はい、な全員振り向くぐらいの頼むね。はい、よし行こう。行きましょう。勝つぞ勝つぞ、はい、勝つぞ、はい、パワー。いや弱えな。え不安なパワーだなこれ。とりあえず分回します。はい、当てにいきます。はい、お待たせしました。大丈夫です。さあチャンス目、チャンス目、そこ発展ですけど、はい、どうなんですか。ああ、やっぱそこ発展は熱いね。あケンプ、あ、じゃあね、カモンだ。あ、超だ。お、チャンス、なってた。チャンス、チャンス、やるしかない、はい。俺はだって500ゲームですよ、なんだかんだもう、はい、行こう。この辺はまあ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 、青は二択、自力二択ですね、これは。いや、今のバカだな、俺が。
赤だよ。赤、エフェクト赤い。532ゲーム、はい、58ツッコミ、はい、もう何も考えない、はい、はい、もう7を狙ったんだよ。そうですね、ずるっとする。すごいね3連続レギュラー、怖いね。俺は今恐怖を感じてるよ。言葉が失われるね。昇格してくんだから。これだってレギュラーの連続天井とかないもんね。ないです、うん、そういうのはないです。パースライ、おっ、さあどなんか降格が、おっ、あっ、カモン、どちらか。なんかバウンドして3つ目2連続、うん、まあまあ家紋はある。ああ、はい、おっ、またチャンスだよ。やった、超家紋だ、やった、よし、まあまあ、はい、OK、はい、超家紋手に入ったから、はい、もうこれで合ってれば別にもうレギュラーも関係なかったことですね。色、弱い、まあちょっと青が多いって余計なことは考えない。今2分の1、2連続外してるから、ね、そうですね、分かった、もう本当に迷わず行くわ、はい、お前決めろ、え、もう恨み言ってるから、はい、もう好きな方で気持ち任せてください。直感です、うん、もう直感はもうハサミ、まあ、左です。 OK、 はい、ありがとう。ナイス博士、ナイスだよこれは。ありがとう。よしよしよし、あ、ビッグ確定、お、やったパワー、パワーうるせえいや、めました周りの人、いやー、よかった、あ、よかったよかった。10ゲームよし、これで AT 入れればもう、はい、関係ねえべ、関係、取り戻せるべ誰行く？ G 行きましょう。 G 好き、面白いよね、あれでしょ、 G サマーの時のやつだよね。ですです、そう、 G スプラッシュでしたっけ。特化ゾーンだよね、はい、絶対特化ゾーンなんだもんね、はい、もうすぐ入りますよ、ね、はい、あれ面白いよね、これね、そうですね、 G スプラッシュ、あー、だからここベッド下パネが消えましたね、ほんとだ、うわ、レア見てんじゃん、711いや、これはちょっとびっくり、嬉しい、マジで嬉しい、嬉しい、ほら言ったじゃん、だから昼飯食って流れ変えるって変わったじゃん、え、まあ、全然変わってない、いやいやいや、流れが変わったというか、あれ早っ、まあまあ、いやでもいい、800、まあ実際これ800、あの1000枚じゃないんだよね、ああ払い出しなんだよ、払い出しだから、そうですそうです、そうそうそう、はい、あとはもうこれマジで AT 入れよう、もうこれ AT 入れて閉店までぶっこ抜こう、はい、それ含めて将軍らしくよね、ゆめ玉、おお、どうしたどうした遊ばせろ遊ばせろ、お、今光ったからここは、こっから見えなかったんで、ここはずっと光るもんなん、これ光るもんなの、最近に光ったよ、そうですよね、ここよりも、はい、嬉しいね、嬉しいですね、この辺りやったね、これで AT 確定、もう4000枚確定だ、え、4000枚確定だろ、これ期待値は1400枚と、いやいや、うるせえな、4000枚でいいんだよ、これはこんだけ負けてるときはもういやー、よかった、よかったですね、やってよかった、追ってよかった、
もう私やっぱ711番良かったですね。まあ元々博士の2択からも始まるゾウ、基本女性キャラがチャンスっていうなるほど、はい、いやもうすでに700枚ありますから取り戻そう、はい、3000枚からまず、はい、5000枚出そう、朝言ったんだから、そうですね、来た、来ました、やっと来たよ、見せろとんでもね性能のこの AT5 号機最強ぐらいの、ね、そうですね、そのぐらいの呼び声はありますね、ありますよね、下パネ消えてよ今一瞬、あ本当ですか、マジでチャンス目 50%、いや下パネ消えたら乗るんじゃない、どうなんだろう、ね、いやこれレア役のあれか示唆か、下パネ、あでもチャンスアップじゃない、弱い、お落ちましたね、これはオッケー、まあ乗りました、ね、30ゲームですからね、はい、でかいよね、でかいっすね、30は、しかもプラス高確率の、はい、そうですね、はい、やってくれてますから、だから終わらないんですよね、この台、青青青、あ、ありました、この演出面白い、長かったし、つらかったですね、本当に、よかった、復活はない、まあまあひでえよ、ひでえよ神様、さあですがね、これ良さそうだけどな、あこれいいじゃん、あこの辺にやっぱ当たり入ってたんだな、綺麗ですね、綺麗だね、まあ、ゴッド、あこれもすげえよ、凱旋最高ハマりというか200いいです、ね、200台だね、これはマジで6かもね、どうする、もうでも変な話5時間近く打ってやっと1回ですから、あで1000枚でしたからね、うん、まあ次当てるってなると夜っすね58000投手の743、帰ります、行かれましたね、はい、むちゃくちゃ、もう5号機最強かもしれない、あれはそんなですか、うん、怖い、ラグランジェに関しては夢玉のないのにやってたからねもう記憶ないですもん、本当最初座ってなんで俺打ってんだろうって思ってました、精神に来たね、精神をやられたね、こうやって、はい、やられたよね、あ、まあそうですね、レギュラー3連はきつかったね、あやっぱりメンタルがちょっとあれはすね、あれはすごいっすよ、はい、600、900、はい、つい500ぐらいでしたね、これぐらい500ぐらいでしたっけ、もう覚えてないですね、3回目お前さ、その前鏡打ったじゃん、あ、打ちました打ちました、はい、でなんかドラが鏡のあれどうだったのみたいな、したらいや全然覚えてないっすねみたいな打ってたの、もうなんで覚えてない、あれそんなこと言ってましたっけ、あれあれすげえ、どこですか、バンリューも見とけよ、あ、バンリューもだった、あ、全然終わったよ、なんでこっちに興味ねえんだよ、お前もうマジで本当にこれのことしか考えてね、なかったんだ、そう、あ、そうかもしれない、本当にお前マジでとか、それでか、集中力だよ、邪念が多いわ、え、そうですか、今日もずっと見てたよ ね、店員のコスプレ、あれ、バレてたじゃないよ、え、見てたよね、見てました、だって俺も見てたもん、俺も見ててこうやってチラッと見たらお前も見てたもんってことは見てたんだよ吉宗のハマり中のあのコスプレありがたかったね、いや、そうですね、助かるよね、いやもう次マジで邪念捨ててきて、もう、あ、わかりました、だから童貞捨ててきて、はい、わかりました例の、はい、意思を何かあれば、吉宗極みにちょっとまあ謎らえてなんですけども、はい、くの一しいよみたいなよくわかんないけど、くの一が、はい、でもわかるよ、はい、忍者だよね、まあいわゆるそうっす、はい、わかりました、はい、やりそうなんだ、バタンと
もう動けない。なんかちょっとかばってるなっていう感じ。いやもう本当に今腰やばいから取ったせいだ。なんすかなんすか。おいった。ルメール。なんすかルメールとデフーロが。菊花賞だよ。あ菊花賞。あ今日。あそうですね今日菊花賞でしたね。いや俺昨日買ったんすよ。競馬を買える通帳に残り2万円しかなくて。はいはい。ルメールとデムーロだ。困った時の外国人。はい。外国人騎手ですね。僕あのこれペリエの頃からやってるんですけど。はい。ワイド1万円と、はい、ウマレン3000円。はい。これ当たってる。だから16万ぐらい返ってきたから。そんな返ってきたんですか。14万勝ち。ありがとう JRA。 だからまくった。吉宗まくった。マジっすか。まくったセーフ。生き延びた。なんか食うか。いやですか。飯行きましょう。飯行くか。